新色ゲットしました。完璧に来ましたよ。これこれこのね、どうもポップライン萩原です。今日の動画はですね、まあ皆さん待ちに待ったというか、そういう動画になるかもしれませんけれども、早速いっちゃいましょう。こちらです。ペーパーフライネクストパーセント新色ゲットしました。こちらですね。はい、でこんな感じですね。こんな感じ、左右がね非対称なんですね今回。で今回ねこれをなぜゲットしたかというと、ニューイヤーで設楽悠太選手が吐き出しまして、もしかしたらとして寄せていくためにはやっぱ買わなきゃいけないということで買わせていただきました。でナイキのこのグローブ、こちらも設楽悠太選手は今年のニューイヤーからつけているので、こちらも合わせて買わせていただきました。こちらのネクストパーセント、どんな感じかっていうのをちょっとね今から説明していきたいんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですけども、あ、でも、あ、ちょっとあれだな、ちょっとあれっすわ、はい、違いますね。何がやっぱり、レビューすんなよ。いや、レビューっていうか、やっぱ、あれじゃないですか。何、いや、もう揃っちゃったんで、全部これも、全部今揃っちゃったんですよ。揃っちゃったってことは、やっぱニューイヤーバージョン、ゴールドコーストバージョンやったじゃないですか、揃った時に。前のあの再現するやつ、再現です、はいはい。お、じゃあやっぱやんないと、やりたいですね。ちょっとやっぱやりたくなりますねこれ。いや、お前のそのやりたくなる感じはちょっとよく分からへんけど、ちょっとレビューとかじゃないですね。ちょっと再現しないと、もうちょっと、もうちょっといいですか、再現。視聴者さんレビューの方が見たいと思うのよ。いやいや違うんですよ、そういうんじゃないですよね。違う、はい、見たい、もう他で見てくださいレビューは。他の人やってるんで、他の人がレビューやってるんで、それはレビューは他で見てください。今回もちょっと何を再現するのよ。じゃあだからあの設楽悠太選手のニューイヤー駅伝バージョンの再現をちょっとまた外でやりたいなっていうのがちょっと今もう、はいはいはい、しゃあ今いいですか。じゃあちょっととりあえず着替えてきます。とりあえず、はい、外来ましたね、うん、来ましたね、来ました。もうほら見てください、完璧ですよ、完璧に来ましたよ。ニューイヤー駅伝バージョン来ましたね。とりあえず、はい、何ですか、走るってことかな。完全再現で走るってこと？当たり前です。他に何か腹立つわ。満足した？いやいや、まだです。え、再現したよ、再現。あ、再現は、走る再現はしましたけど、うん、あれやってないじゃない。どれ？いや、あれですよ、ニューイヤーって言えば、ニューイヤーの設楽悠太選手。はい、やりましたよ。その走る再現はしましたけど、うん、もうニューイヤーの設楽悠太選手といえばあれやってないですよ。俺についてこい。おー、このこれのこれ、うん、高久選手にやったやつ、ヤクルトのもうちょっと落ちかけてる高久選手を抜くときに、おいついてこいよっていうこれ、うん、あれめっちゃかっこよかったんですよ、うん、あれやりたいなと思って。今やってん？いや人いないじゃないですか。いや俺についてこいって、ついてこさせないとやっぱり。じゃあどうすんの？トレで移動です。
まあ、いろんな人ついてこさせたいっていうか、ついてくると思うんですよ。ちょっと、いける？言ってる意味わかります？いや、いろんな意味でさ、はい、その何すか、お前、大丈夫か？いろんな意味で大丈夫？大丈夫だと思います。だって、あんな、いや、逆に大丈夫は僕が聞きたい方ですけどね。まあ、要はそのニューイヤーの時にあれめちゃくちゃかっこいいって話題になったんですよ、うん、なのにもう今何月？ 2 月ですね、うん、1月1日の出来事をもう風化してますからね。もうみんな忘れてる。あんなかっこよかったのに。それをもう一回思い出してほしい。思い出させたい、まずみんなに。この世間のみんなさん、もう忘れてダメよ。あんなかっこいい、結構だってツイッターもバズってましたからね。ついてこい。D も知ってますもんね、ちょっと、まあ、回ってきて、多分知ってるよ、うん、だからそれをやれば、まあ、あれだって、で、知らない人も、ああ、はいはいはい、ついていきたいってなると思うんですよ。だからついてくると思うんですよね、すごく、何人も。行列なんじゃないですかね、もう多分、僕の後ろ、ついていきたいっていう。とりあえず、はい、俺はそれ取ればいいな。あ、そうそうそう、あの、ぽく、ぽい感じで、あれ本当は空撮だったんですけど、ちょっとその技術は持ってないから、うん、じゃあとりあえずあの横の絵というか、まあ、後ろの絵というか、まあ、ついてこいなんで、まあ、この絵になるでしょうね。こうこれこれこのね、これをちょっとやらないとなっていう、もう使命みたいな感じ。はい、はい、この緑のやつは、いや、ついてくるわけないでしょ。置物じゃないですか。物についてくるわけないじゃないですか。何言ってんですか。そういうのは分かるんや。そういうのは分かるって何ですか。いや、普通ついてくる、来ますよ、普通に、普通は。でもあれは物なんで、うん、全然動かないです。いや、やっと一人ついてきましたね。よかったです。ありがとうございました。何撮ってんすか。これ何すか、マジで。いや、フフフじゃなくて何すかこれ、うん、何なんすか。いや、ちょっとまあ、彼が撮りたいって。いやいや、何なんすか。でも彼が撮りたいものは何なんすか。設楽悠太選手の完全再現が撮りたい。今再現できてますよ。ちょっと聞かんと。俺必要っすか。まあ、それはちょっと動画で確認してもらっていい。見るかな。うん、編集したやつを、うん、あの URL 送るから。送ってくれるんですか。うん、だったら見ようかな。見ますわ、じゃあ、うん、それで確認して。